こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは日常のことを分かりやすい日本語でゆっくり話します。今回は習慣についてです。皆さん、毎日もしくはよくすること、続けていることはありますか？私は3つあります。料理と英語と運動です。この3つは趣味というよりも生活の一部、習慣になっています。今日はそのうちの一つ、運動、主にランニングについてお話ししたいと思います。実は私は子供の時、運動が嫌いでした。太っていたし、体育の授業、英語だと PE ですかね、その授業は本当に嫌でした。私はただのパソコンが好きな太ったオタクだったんですなんとあだ名、ニックネームのことですね、は肉団子でしたよでも高校生の時ぐらい、高校生ぐらいの時からモテたくて、まあ冗談ですけど食べるものに気を使うようになったので、まあ、自然と痩せましたが、それでも運動は苦手でした。じゃあいつから運動するようになったかというと、まあ、20歳を過ぎてからです。大人になってからですね。もともと運動が嫌いですから、3分走るのでさえきつかったです。息が苦しくなるし、5分も走るとお腹の横のあたりが痛くなっていました。ちょっと走って休んで、ちょっと走ってまた休む、休んでなどを繰り返していました。それでも続けていると、走れる距離がどんどん長くなって伸びて面白いと思うようになってきました。お腹も痛くならないようになりました。楽に走れるようになりました。それ以来、それからってことですね、だいたい4キロから7キロぐらいの距離を週に2、3回ぐらい走っています。1ヶ月にすると50キロぐらいです。アメリカ人の人にとっては多分30マイルぐらいですね。ランニングが趣味の人からすると、私が走る距離は短いと思います。でも走らない日は自転車に乗ったり、ハイキングをしたり、いつもより長い距離を歩いたりして他の運動をします。運動しない日があるとなんか変な感じがします。続けていくとそれが習慣になりました。走るのがもう習慣になりました。皆さんが日常的に、まあ、毎日とかよく続けていることはありますか？しばらくそれをしないとなんか物足りない気分になることはありませんか？私のランニングのように最初は厳しかったですか？難しかったですか？日本語の勉強が生活の一部、習慣になれば上達が早いかもしれませんね。上手になるのが、まあ、早くなるかもしれませんね。はい、いつもポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。